太陽は、ひとりぼっちは、1962年制作、公開のイタリア・フランス合作映画である。この作品は、大人の愛の不毛を描いた、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の、愛の不毛三部作と呼ばれる、作品群の、夜に続く、第三作。主題曲は、モーリス・ル・クレール楽団版とコレット・テンピア楽団と、ヌーベル・マリーエ楽団、ベンチャーズ版と多くのバージョンがある。 1962年度カンヌ映画最新サイン、特別賞受賞。婚約者と別れたばかりのビットリア。証券取引所にいる投資家の母はしかし、彼女の話を聞こうとはしない。女友達のアパートでふざけたり、その夫の操縦するセスナに乗ったりと、気分転換を図るも、別離の後の倦怠感は消える様子を見せない。取引所では、株が暴落し、 ビットリアの母は今にも自殺戦ばかりだ。そんな中ビットリアは以前からたびたび見かけていた仲外所に勤めるピエロと親密になり新しい愛を始めようとする。しかし実は何も変化が起こっていないように無情に日々は流れていくのだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。